矢沢永吉を語り尽くそうしれーす。さあ、というわけで、ね、ちゃん、うんうん、まあね、今週からちょっと木曜レギュラーになったこのシリーズなんですけど、まあ、我々のチャンネルもね、うん、まあ、おかげさまで登録者様も、視聴回数もちょっと順調に伸びてるということで、いやー、ありがたいことに本当に。まあ、ちょっと自分たちのご褒美ということで、自分たちの好きなものを語る動画をレギュラーにしようかなという。なかなかなかったよ、それ。うん、で、まあ、やっぱり、もう何も笑いとか関係なく、ただ語るだけの内容でいきたいなっていう。笑いとかいらんの？もう普通に語りたいだけある。それはなんか俺お前が得意なことだからさ。得意なこと言うな。、うん、違う違う、こういうのはいらんねんな。で、まあ、俺はもう矢沢永吉 A ちゃんの大ファンで、いや、昔から言ってたね。子供の頃から好きだから約20年。で、お前はスマップが大好き。スマップ大好き。その出会った頃から言ってるから、それこそ20年ぐらい。俺も20年、小4から好きやからもう20年以上になるかな、で、お互いその A ちゃんスマップが好きだから、この木曜日に A ちゃん、僕が語る A ちゃん動画と、こいつがスマップを語るスマップ動画の2本を、面白いね。いや、面白いわ。アップし、動画を載せていこうかなと、この毎週木曜日に。あ、面白いね。うん。で、まあ、目的としてはやっぱもう、ファンの人がね、まず、こう、喜んでくれるというか、共感してくれて、で、一緒になんか、コメントとかで楽しく盛り上がれたらいいなという。A ちゃんファンとかスマップファンが、そうそう、楽しく。あ、こういうのあったなとか、そうそう、こういうエピソードもお願いしますとか、ね。すっげえ面白いな、それ、うん。で、まあ、知らない人たちが、また見て、その A ちゃんとかスマップをさらに好きになってくれたら、いいね、っていう動画を、目指していこうかなと。今スマップファンのたまり場みたいなのもなくなってきてるから、あ、なるほどね。これはちょっといいんですよ、これ。 A ちゃんもすごい有名やけど、あんまりエピソード聞いたことなかったから、そうそうそう、ちょっと聞いてみたいなっていうの、ぜひこのね2つをこれからやっていきたいなと。まずこの動画は、僕が担当する A ちゃん。あ、まあ、今日はだから2本ね、ていうか木曜はこれが2本。あ、なるほど。スマップと A ちゃんの、この動画は A ちゃんの、この動画は A ちゃんでいきたいんで、まあ、まず僕が、ちょっと興味あるわ、うん、今日まず一発目なんでね、分かりやすくいきたいなという。 A ちゃんとはどんな人なのかというか、まあ、分かりやすく一言で魅力を言いたい。今日は A ちゃんの紹介みたいな。まずはそう、第1弾。確かに改めて、うん、A ちゃんというのはどんな人かとか、まあ、分かりやすく言うと、夢を見させてくれる男っていう。あ、かっこいい。これが A ちゃんだなっていう。いい、まあ、やっぱ A ちゃんのファンのいっぱいいると思うけど、多分総合するとこういう人多いと思うんだよね。うん、夢を見させてくれる男。いやー、わかるわかる。イメージはすごいあるよ。まあ、A ちゃんといえば、まあ、ビッグとか、スーパースターとか、ね、超金持ちとかね。いや、聞く聞く、うん。そういう感じだと思うんで。で、まあ、どれ、まあね、その、ただそうなった、家庭はやっぱりすごい挫折の繰り返しが A ちゃんの歴史ということでね。あ、それ興味あるね、うん、俺は光の部分しか知らないから。あ、なるほどね。影の部分はちょっとあんま知らない。あ、じゃあこれぜひ聞いてほしいな、うん、で、まあ、まず分かりやすくどれぐらいビッグなのかを。ああ、はいはいはい、うん、例えば、うん、これ島田紳助さんが言ってたんだけど、ある日テレビ局スタジオ収録行ったら、フロア全体が閉鎖されてたの、フロア全体が閉鎖されて、なんやねんこれ、邪魔くさいなと思ったら、A ちゃんが通るからフロア全部閉鎖です。いや、もうビッグすぎるやろ、やっぱ A ちゃんって普通のスターじゃなくてスーパースターって言われるゆえも、やっぱもう芸能人すら憧れる存在だから。あー、すごいね。そう、だからもうテレビ局も会ごと閉鎖されるって。芸能人自体が普通の一般人にもこう、そうそう、スターの存在、あ、 A ちゃんって言っちゃう、さらにスターの存在。そう、やっぱりもう例えば紅白出たんだけど、紅白 A ちゃんその歌う直前車で NHK 入ったんだけど、これもすごい本当ビッグ待遇というか、異例中の異例で、やっぱ紅白ってもう秒単位で刻まれてるからスケジュールが、らしい、ね、絶対にもう何時間も前から楽屋に閉じ込めなきゃいけないのに、 A ちゃんは直前に車でウィーンって NHK 着いて、そのまま行って歌うというビッグ待遇、それが許される。うわ、で、まあお金の部分で言うと、例えばA ちゃんって大体毎年5日間武道館でライブやるんだけど、毎年やってる。そうそう、で5日間で1日大体1万2000人ぐらいか、でチケットも多分1万2000とか5000ぐらいなんだけど、俺何回もチケット取りたくて挑戦してたけど、何月何日何時から受付開始ですっていう、ほんと2秒で全部売れてんだよ。2秒、俺10年かかったから取るの。だって毎年やってるんよ。そう、毎年1万何人だから合計5、6万人ぐらい。6万人ぐらいが、そう、だから6万人ぐらいが、だからもう1万何千円のチケット買ってるから、5日間で6億以上稼いでる。でももちろん武道館以外もやってるし、で、A ちゃんってチケット以外にもタオルも同じぐらい売ってるから、タオルもグッズ持ってるから、多分相当の
いや、A ちゃんグッズはよく見るよ、俺。でしょ、うん、原付とか乗っててもさ、なんか車とかの後ろとか、ね、あるね、うん。貼ってるのとかよく見る。そうそうそう。うん、そういう、もうビッグ、それぐらいビッグなんだけど、うん、ただやっぱり、スタートはものすごい苦しいとこからスタートというね。あ、まず俺書いてきたんだけど。ああ、ちょっと聞きたいね。うん、これ、うん。まずね、親がいないんだよね、A ちゃんは。え、両親。そう。両親。もう戦後で、うん、生まれて本当すぐにまず、父親が、あの広島出身なんで、うん、原爆の影響でもすぐ亡くなって、ああ原爆で、そうそう、であのお母さんも A ちゃんを置いてもうどっか蒸発しちゃって、両親いないで親戚をたらい回しにされる幼少期、それ知らんかったな、うん、でまあ小学校ぐらいはもう本当生活保護とか受けながらね、親戚たらい回しされて生活保護を受けて、給食の残飯をもらいながら、放課後とかに先生にちょっとおいでって言われて。給食室呼ばれて、うん、これ持って帰っていいからって給食の残飯、知らんかった、そうこういう経験をね、そんなお金に苦労した時期が、うん、そうそうあったんや、もう今やっぱ戦後だしな、しかもな、そりゃすごいと思うんだよ、でこの頃やっぱ A ちゃんはもうね全てを憎んでたって言ってて、憎んでた、そう、もう例えばもうこんな苦しいから、うん、本当もう小学5、6歳ぐらいからバイトをしなきゃいけない、うん、でなんかもう例えば同級生とかが映画館とかにデート行ってる横目でずっとドロドロになってバイトしてた、うん、で大学行ってる人たちもこんなお坊ちゃんがって思いながら生きてたし、スポーツやってる人たち金あるからできんだろうとか、まあね、うん、だって親がいないってことはそれを出してくれる人がいないわけもんね、もう自分でまず生活費稼がなきゃいけないみたいな、全て憎んである日決定的だったのが、小学校の時にクリスマスの夜、クリスマスイブの日に、まあ当然何もできないから A ちゃんは一人でなんか河原かどっかポツンと歩いてたの、そしたら近所の金持ちの家の子供がクリスマスケーキを持って歩いてきた A ちゃんのところに、で、おう矢沢お前んち貧乏だからこんなん食えねえんだろって話しかけてきて、おうみたいな、まあ言ってて、それでその子が食わしてやろうかって A ちゃんが、あ食わしてって言ったら、その子がちょっとケーキちぎって A ちゃんの顔に投げつけて、えベタってついて、その時 A ちゃん切れる、普通だったら切れると思うけど、いや普通やで、うん、A ちゃん切れずにグッとこらえて、うん、その子が行くのを待って、うん、拾って食べたっていう、つらっ、でしょ、その時にもう全てを憎んでる A ちゃんは絶対この今障害してたやつより絶対俺金持ちにやってやるっていう思いがすごい芽生えて、うん、その時にちょうど出会ったのが音楽だったと、はあ、そう、あそれで、うん、音楽で、そう音楽でのし上がってやるっていうことで、うん、高校卒業して一人で上京をするんだよね、うんうん、でそれで、そこでもまあいろいろ苦労があって苦労があってやっとビッグになって、うん、でさっき言ったさっき言ったようにビッグになって、その何だっけ、テレビ局はもう閉鎖されるぐらいとか、いやいやいや、もう5日間で6個ぐらいか選挙とかね、さっきだから憎んでた人たちを全て追い抜いていった、いや追い抜くどころかじゃないでしょ、うん、もう見えない位置まで、例えばさっき言ったいい大学出た人の話もう憎んでたってたじゃん、 あるエピソードで、まあ、A ちゃんがなんかテレビかなんか行った時にそのテレビ局のスタッフ同士がすげえ言い争ってて、で一人の方がなんか俺はすげえいい大学出てんだぞみたいな感じで言ってたんだってスタッフに、あなるほどね、うんうん、それをちょっと聞いてた A ちゃんが、いやそんな言うなと、お前がいくらいい大学出てても矢沢のお前の生涯収入は矢沢の2秒なんだぞみたいな、いやこれね、うん、あのそういうバックボーン知ってる人からすると、そうそうそう、これ笑い飛ばせんな、でしょ、なんか、うん、それ、A ちゃんの幼少期を知らないままそれ聞くと、あなんか金に来たねみたいな、嫌味やんみたいな、うん、いや何その嫌味ってなるけど、うん、じゃあその今涙が出るぐらい悲しい幼少期聞いてそれ聞くと、うん、いやかっこいいね、そんないやかっこいいよ、大学がいいからって言うなとか、まあ、他にもそのスポーツ羨ましいと思いながらもやっぱり今こんだけ A ちゃんほど稼いでる人はもう日本にそんなにいるかって言ったらいないと思う、いやいないでしょ、うん、で他にもそのクリスマスケーキ投げつけてきた子も、うん、これはなんかね、A ちゃんが追い抜いたというより、うん、A ちゃんがまあ売れるか売れないかぐらいの時にもうその社長だったらしいの、その息子が、ああなるほどね、うん、破産して、うん、もうなんかすごいド貧乏になってんのを見たって言ってて、うん、で他にもやっぱその同級生羨ましいと思ってたじゃん、うん、でそのデートしてる同級生とか羨ましいと思いながら頑張ってて、ある日 A ちゃんが売れて、
でライブやってる時に楽屋に私同級生ですみたいなの言って会わせてくださいみたいな人が来て、いやよくあるらしいね、そういうのは。でなんか A ちゃんはああいいお通ししてって通してあげて、向こうはああ A ちゃんすごいねみたいな、こんな売れてみたいな。で A ちゃんをパッと見て誰か分かったけど、A ちゃん会えてどちら様ですかって言ったって言ったら、いやーなんかかっこいいね、そのもう全てを追い抜いたっていう、この悔しい思いしても努力して、しかも汚い手を使わず筋を通して腐らず追い抜いてった男ってのが A ちゃんだっていうのが多分ファンの中でね あるんで、だから A ちゃんが輝くほどファンは力をもらえるってことですね。だからこんなにファンが多いと、そう、でその輝くほど力もらえるし、やっぱりその A ちゃんってな、一回も負けたことがないんだよ、なんだかんだ言って。すごいこう落ち目の時もそれはあったんで、なんかいろいろソロになったらばっかとか、でもやっぱり必ず最後は勝ってくれるっていうファンの安心感と期待を超えてくれるところが、やっぱりそのファンとしては嬉しいというかね、ここがやっぱ常に目標であってくれる、そう、せめて僕たちの夢であってくれる、そうそう、でも期待を裏切らないし負けないしみたいな、だから A ちゃんが頑張ってから俺も頑張ろうっていう気持ちになれるというところが、やっぱ A ちゃんの夢を見させてくれる男っていう、これをまず第1話でちょっとね分かりやすく、かっこいいな、こういうバックボーンがあってこういう風に生きてきて、なんとなくそれぞれの逸話、なんとなく聞いたことあったけど、幼少期からのっていうのはちょっと初めて、そう、もうなんかそれ知ってるか知らないかだいぶ違うね。あ、そうだな、この幼少期もやっぱりだから辛いから、だからもう俺らも頑張ってて辛いって時もやっぱ俺は、あでも A ちゃんがあんな頑張ったんだから俺も頑張ろうとかね、だから A ちゃんファンの人って結構すげえ出世して多いんだよね。あいろんなファンの人と出会ってきたけど、社長とか多いね。あすごい立派になってきたとか。夢をしっかり持って、でやっぱ実現していってるわけだな。で A ちゃんが常に言ってるのはやっぱその腐らず頑張り続けるというか、そのぐれたりもしないし、そうそう、でなんか道を外れるというよりはやっぱりもう、真っ向から勝負して勝たなきゃいけない、っていうのをずっと言い続けてるから、ファンの人も多分そう思って頑張ってるので、地道に地道に頑張ってっていう。で、ずっと好きなんや。そうだな。なんかね、だから、さっき10年ライブチケット取れなかったみたいな。そうそうそう。一回、取れたことはあるの？一回だけあるの。あ、取れたことある？それも武道館のもう超端っこで。でも実際行ってみてどうやったんですか？いや、もう感動したな。初めて見たときは、もう俺一番後ろだったから、超ちょっとしか見えなかったけど、それでも、おー、Aちゃんだって思ったし。でまあこれ多分そのライブ初めて行った時の話もいつか話すと思うけど、ね、武道館だったんだけど、出待ちもできるんだよね一応。あ、そうなん。武道館のやっぱ出口があるから、そう、出口の帰り道みんなすごいファンが集まっ てボディーガードとかもいっぱいいるんだけど、そこでえちゃんがあの車から手振ってくれたっていう話も、優しいね、そう、優しさもあるっていうのがいいかもしれない、ね、やっぱ怒らないというかね、すごいその俺はビッグになるって言いながらもそんな怒らないっていうのがやっぱそこの魅力なんだよな。っていうわけでね、まあまあ第1話なんで、いやー面白かった、結構語りましたけど、いやー面白かったね、ちょっとねこういう話を毎週していってこれちょっと面白いね、ファンの人と一緒にね、ああこんな話あったとか、ちょっとこういう話取り上げてとかね、ちょっといろいろ盛り上がっていけたらなと。でも新たな A ちゃんファンも増えそうな気もするしね。あ、そうだな、多分俺らのチャンネル全くそういう A ちゃんもスマップも関係ない人たちが登録してくれてるから急にこの動画アップしたら急にどうしたってなるかもしれないけどなんとなく見たらもしかしたら、ね、まあ僕らの好きなものですからこれは、まあちょっと新しい試みということで、はい、まあだから、よろしければチャンネル登録、毎週この話していきますんで、はい、毎週、チャンネル登録や、他の動画も良ければね、はい、他の動画ではだいぶバカなことしてますけど恥ずかしいことしますけど、よろしければ、ぜひぜひ、はい、あとコメントを待ってますんでよろしくお願いします。はい、例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は息子ないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成する。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何よ俺だってもうハゲてきてる俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか